どうも皆さんこんにちは、ゆっかです。それではマリオメーカーやっていきたいと思います。まずはこのコース、ピコ太郎で遊ぼう、ハングアウトウィズピコ太郎。よし、やったやばい、噛んだ。よし、なんだなんだ、めっなんだこれ、いい感じ。これ顔だよね。どっちから行けばいいんだこれ。どっちから出る、ん、どっちから行くんだ。ふんふんふん、こうか。うわ、砲台怖い、砲台怖い。ちょっと待って、下手くそか俺、下手くそか。よし、この辺まで来たら、オッケーオッケーオッケー。あ、怖い怖い怖い、痛い痛い痛いよ。怖い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 、いけてるいけてる。あー、やめて、ピコ太郎の髪の毛強い。ピコ太郎さん強いですね。よし、このままパイナップルをくぐり抜けたら、あれ、え、終わり、いいのかな、このままクリアしちゃって。なんもないよね。こっちがパイナップルで、アップルあった、アップル。もういいや、クリアしましょう。イエイ。続いてこちら、密室に閉じ込められてしまったマリオ、出る術はあるのか。ほう、おわけがわからない。確かに密室だ。何これ、ドクドク言ってるけど、へえ、どういうことどういうこと。しゃがむしゃがむ、え、どういうこと。ぴょんぴょんぴょん、え、あ、なんか見えるぞこれ。ドアがあった。いやー、さすが、もう密室といえば僕ですから。そんなことないか。ありがとうございます。まあ、ちょっと考えたね、ちょっと考えた。うん、難易度を決めるスロットで運試し、スロットマシーン。どういうこと、スロットマシーンができるの。スロットマシーンができるってなんだ。よし、なんだ、おー、なんか出てきたけど、あ、そういうことか、ランダムに1個開けれるみたいな。クリボーって絶対外れじゃんこれ、もう最悪。あ、そういうことか、キノコとかだった場合はこの上を壊して別のルートで行けるよみたいな。クリボーだからここでやってけみたいな。こんなんじゃ負けないですけどね、全然余裕だけど。次は、次はいいアイテムが出ることを祈って。何が出る何が出る、うーん、外れでしょこれ、絶対外れじゃん、もうこんな危ない、絶対当たりじゃないよ。あ、でもキノコもらえるんだ、やったね。じゃあもう下から行けってことでしょ多分。キノコ、僕のキノコが、僕のキノコってなんだ。よし、さあ今度は何が出る。中間ありがとうございます。お、これは当たりなんじゃないの、これ雲上ルート行けるみたいな。あー、え、待って、こっち良かったのかな、良かったんだろうね。よし、おお、めっちゃコインもらえる、これは当たりルート、絶対に当たりルート、やったね。しかもファイヤーフラワーもらえるっていう、最高ですね、祝福されてる、イエーイ。大丈夫だ、え、降りて大丈夫、これ大丈夫そうだ。よし、次は何が出る、えい、何が出るんだ。お、当たりですね。よいしょ、重装備、いいねいいね。なんだよ、ほらほら、俺は潰したいのか。10年早いわ。よし、よし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 、いいぞいいぞ。で、こっち来い、で、こっち来て、おお、びっくりした、大丈夫大丈夫、え、どういうステージこれ。あー危ない、怖い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 。パウパウ、よしよしよし、パウを、え、これパウどうやって、あ、これでいけんだ、おお、で、こっち行けと。なるほど、これはスルッと降りちゃっていいのかな。あのファイヤーフラワー欲しいな。あ、でも、もう俺すでにファイヤーフラワーだ。よいしょ、キノコ、次は何が出る、いいの来い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 、お、当たりでしょこれ、絶対当たりでしょこれ。どうやって使うんだっけ、こうだ、なるほど。これが使えるってことは上に行けるってことか。もうすでに持ってるけど、これ投げて、なるほどなるほど、おお、めっちゃコインもらえる、やったね、ワンナップ。こっちでいいのかな、よしよしよし、何が出る、
何が出る？お、すごい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 。ワンワンが出て、ラッキー、ヨッシー、ヨッシーが出たからパウを食べて、どこまで行こう？ここかな、このルート用かな。なるほど。うわ、ちょっとこれ怖いな、これ怖い。持ってる持ってるから、ちょっとこっち行かせてもらって、ちょっと待って、ちょっと待てよ、どのタイミングで行けばいいんだこれ。今だ今だ今だ、今じゃない。あー、やばいやばいやばい、よし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 、間に合った、危ない。これはよー、下の取った方がいいのかな。ちょっとよし、待ってて、これ今向こうの取ってくるからね。いた、あ、やべえやらかしたなこれ。ヨッシーをこの辺に置いていきたい。よいしょよいしょ、取らなくていいんだ、なるほど。でこれ乗ってこっちか、オッケー。さあ次は何が出る。ヨッシー連れてっていいのかな。うわー、ちょっとちょっとバカバカ。あー、よし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 、待って、よし、あー、ちょっと待って、よしよし、ちょっと待って、あー、よしよし、あ、よかった、よしよしと僕は一心同体だからね。どこ行ったのあいつ、ん、まあいいや、どっか行ったみたいだから、こ、え、このルートかな。えい、ゴール、落とされた続いてこちら、ついにクッパが本気を出した火の大魔王。ほう、本気？本気とはいかほど。ちょっと待って、いた、あった、あった、待って待って、こっちにいっぱいファイヤーフラワーあったから、いや、こんだけあれば、こんだけあれば負けねえっす、こんだけあれば余裕っす。あ、あ、やめて、あ、ぶれ、あー、やられた、ちょっと待って、あー、やばいやばい、待ってよ待ってよ待ってよ、落ち着け落ち着け、落ち着いてファイヤーフラワーを一個ずつ取らないと、これもったいないからね。うわー、ちょっと待って、あ、やばい、ちょっと待って、あー、これやばいな、あぶね、あー、ちょっと待って、これやばい、これやばい、これちょ、あー、ですよね、ちょっと待って、よしよし、いいぞいいぞ、え、待って、これやばい、ちょっと待ってよ、落ち着け落ち着け落ち着け、頭を抱える、よし、おーしょ、オッケー、あー、怖い怖い、おらおらおら、ま、これ聞いてんのかな、これこれ聞いてるね、これこれ意味ある、これ、待って待って待って、ちょ、これさ、ちょ、話にならないんじゃないのこれ。ちょ、クッパ強えな、あー、危ない、危ねえ神回避、あー、あー、あ、待って、なんかスターあるんだけど、スター、え、あれを取れってこと。じゃあ突っ込むか、もうこれいけ、あー、もう知らない、あ、もういけ、あ、違う、待って、僕が欲しいのスター、僕が欲しいのスター、スター、スターが欲しかったんです。くー、え、あれ最初からあった？さあどうだ？あ、なんかね、ファイヤーパックみたいなのがいるんだ。熱い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 、よしよし、こっち来て、まったい、もうそんなん、もうすぐ返り討ちにされたんだけど。こうして、待って、ちょ、え、これ難しいな、この、あー、2個取っちゃって、もったいないけど、もったいないけど、待って、これ無事じゃない、これ無事じゃない、これ、これ、これ、きつくないですか、ですよね、ですよね、あー、これ苦手なんでね、ちょ、待ってよ、ちょっと、やばいわ、今回、ま、今回ボロボロじゃん今回ボロボロだぞ。しゃがみ、オッケーオッケー、あー、ま、あ、あった、来た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 、スター、いや、スターどうやって取んのこれ。取れた、やった、来た、よっしゃ、来たー、もう何も怖くない。で、上から、上からゴール、はい、ありがとうございます、やったね、マリオナンバーワン、フフー。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画を少しでも面白いと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンの方は動画終了後にタイトルをタップすると表示されるチャンネル登録ボタンから、パソコンの方は画面に出てる僕のアイコンをクリック。スマホの方でもアプリから動画を見ていればタップできるから、してみてね。チャンネル登録が終わったら画面に出てるおすすめ動画も押して飛んでくれると嬉しいです。
では次回の動画でお会いしましょう。またね。